タートしました。まだまだ何もです。まだ何も。裏の人みたいな気持ちになってました。声発しちゃいけないかと思いました。もう満杯です。10人9人お10人あ何人から始めますか。まあ、じゃあそろ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 行きますか。こんばんは。こんばんは。ドムロ岡山店です。久しぶりになんかインストライブしますね。はい、久しぶりの、岡山店担当会でございまして、本日はですね、まあ、すでにこう告知をいくつかさせていただいている通りなんですけれども、スーパービッグなイベントを一週土曜日に開催いたしますということで、まあ、それのこう前夜祭じゃないんですけど、まあ、来週実は前夜祭もするんですよ。もう一つインスタライブがあるので、はい、前夜祭の前夜祭というで岡山配信をさせていただきます。お相手は岡山店の石井とそれからカメラマンの小橋で、よろしくお願いします。お願いします。この2人で、配信させていただきますので、いただきます。お付き合いください。よろしくお願いします。はい、まあ、冒頭でもお伝えした通りですけれども、スーパービッグなイベントなんですよ。本当にスーパービッグなんですよ、うんうん、スーパービッグです。で、何ぞやと言いますと、まあ、お察しのいい方だとお分かりになられるだろうし、告知見たよっていう方だったらお分かりになられるだろうものなんですけれども、ノルウェージャンレインというブランドの、カスタムオーダーイベントというものを、開催いたします。拍手。イエイ。はい、ちょっといつもと違うのでさせていただいてるんですけれども、まあね、なんかこう普段ちょっと違うノリでやってみようかなって思って今日はレアな、はい、違う気でさせていただきたいと思います。ノルウェージャンレインという、レインウェアブランドのカスタムオーダーイベント&このデザイナーの、T ・マイケル氏と、うん、それからクリエイティブディレクターの、アレクサンダー・ヘレン氏の両名をお迎えし、まあ、その本人たちと実際にコミュニケーションを取りながら、カスタムオーダー並びに、期間限定商品の販売イベントっていうものを、来週土曜日に開催いたしますということが、決定しましたので、まあ、それのこうご紹介と、まあ、改めてこうノルウェージャンレインとは何ぞやっていうところから、うん、オーダーの、まあ、詳細まではいかないんですけど、ばっくりこういうことができますよっていうふうなものを、ご紹介させていただきたいと思っております。はい、します。よろしくお願いいたします。はい、まあ、早速じゃあノルウェージャンレインとはっていう方、まあ初めて見るよっていう方のために、ご紹介をさせていただきます と、2009年にノルウェー、まあ、ノルウェージャンって言ってるぐらいなんでノルウェーで設立されたブランドです。で、先ほどお伝えした、T ・マイケル氏っていうところがデザイン、方がデザイナーをされていまして、この方がテーラー、要はスーツを作るのに非常に長けている方でして、そういった方もお店の、顧客様だった、アレクサンダー氏が、まあ、レインウェア作ろうよと声をかけたことがもともとの発端です。で、最初 T は T って呼ぶんですけどT なのかマイケルなのか分かんないですけど、とりあえず T って呼びますね、今日は。 T は最初あんまりこうノリじゃなかったんですよ。ですけど、そのアレクサンダー氏が要はレインコートじゃないレインコートを作ろうって言って、で、どういうものかというと、テーラリング、要はスーツ作る技術を応用してレインウェアを作ろうっていうところにはっ、ここで歌ってで、始まったのがそのノルウェージャンレインというブランドなんですよ。なので、ですね、まあ、要はレインコートの機能的にはすごい、もう非常に高いレベルの、これ後ほど説明するんですけど、非常に高いレベルを持ち合わせながら、テーラーの要素っていうところがふんだんに盛り込まれているっていうようなブランドです、簡単に言うと。で、ものによってはその T っていう方が非常に親日家なんですね。日本にもよくこうイベントで来られたりとか、視察で来られたりしている中で、和服の要素っていうところもちょっとこうインスピレーションを受けたりしているので、僕が今着用しているでカスタムオーダーもしていただけるこのメインチョっていうモデルに関してはちょっとこう和服の羽織的な、
ニュアンスも感じられるようなもの作りになっています。はい、まあ、大枠、そういうところなんですけれども、そのノルウェーの、ベルゲンという都市で設立されたんですけど、1年の3分の2は雨だって言われてるぐらい、もう降雨都市なんですよ。雨が降る都市っていうところで、85日間ぐらい連続で雨が降ったっていう記録が残ってるぐらい。すごい想像でしたね。約3ヶ月雨降りっぱなし、日がめいるんですよ。す日がめいっちゃうんですけど、まあ、そんな中でそんな都市で作られるっていうのはやっぱりまあ説得力ありますよねっていう、ね、晴れの国岡山でできた雨ですっていうよりかは、まあ、よっぽど説得力あるかなと思って、まあ、そういった、ね、背景を踏まえつつ、もうちょっと特徴についてちょっと、説明していきたいと思っております。はい、で、性能に関してなんですけれども、まあ雨具としても本当に申し分ないです。でどれぐらい申し分ないかというと、これを引き合いに出すのはどうなのかなって思ったんですけど、まあ、分かりやすい指標としてにもなるのかなって思って、弊社にテクノブレンという機能性アウターっていうのが存在してくるんですけれども、まあ、あれとほぼ同等って考えていただいて問題ないです。でじゃああれがどれぐらいの実力かっていうと、大雨嵐でも大丈夫な排水圧と、それから、24時間で人間がずっと運動して23時間ぐらい運動してる分の水分を外に逃がせられるぐらいの、放出性っていうところを備えてる。要はあの大雨でも大丈夫だし汗かいてても蒸れないよっていうような、もう基本的に。でそれがどれぐらいかっていうと、登山にも使えるぐらいです。登山ウェアがやっぱりそれぐらいの性能になってくるので、ね、単純に考えてうちでお洋服買っていただける方がそれを着て山に行くとは、まあ、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、基本多分おしゃれ着、街着だと思うんですけど、まあ、街着として着るにはもう申し分ない性能です。なので、まあ、それがそのまま、雨具になったっていうふうに考えると、まあ、問題ないですよね。抜群に雨に対しても安心感ありますよねっていうような、作りになっています。なのでもう機能としては本当に申し分ない。さすが85日間連続記録を持つ年で誕生したレインウェアブランドですよねっていうようなところでございます。で、テーラー要素このミックスっていうところが、これちょっとすみません、カンペ読みます。お願いします。はい、なので、どういうことかっていうと、テーラー要はスーツの仕立てに関してでいうと、なんて言ったんでしょうね、飾って綺麗じゃなくて人間が着た時にやっぱり綺麗にないといけないっていう風になっている。でかつそのマイケルの美学として、機能とそれからスタイル、まあ、要は、見た目ですね、ルックスの方ですね、がちゃんと両立されてないといけないっていうふうに言ってるんですよ。だもんで、例えば機能を優先させすぎると、もうそれこそ登山着だったりとかアウトドアウェアになっちゃうんですよ。で逆に、今度ルックスとかデザインの方に力を入れすぎると、もうレインウェアとしての本質が損なわれてしまうわけなんですよ。だからそこをうまくミックスしたのがノルウェージャンレインっていうふうなところだったりもするので、そのバランスっていうところがじゃあどこに現れているかというと、まず、まあ、分かりやすいところで言うと表地なんですよ。ここの表の生地ですね、が何かっていうと、まあ、この手の商品っていうのはその雨に強いとか、あの雨の日大丈夫っていうお洋服って大体こうイメージするのカッパなんですよね。カッパってどうしてもこうチープな、素材的にチープなイメージだったりとかが付きまとうと思うんですけど、やっぱりそれだ と、さっきの話でいうルックスの部分っていうのが成立しなくなる。でそこを、まあ、こうなんだろう、ノルウェージャンレインの商品に落とし込むために使われているのがこのリサイクルポリエステルっていうものなんですよ。で、まあ、要はリサイクルポリエステル、あの再生素材から作られているポリエステルになってくるので、まあ、当然エコフレンドリーですし、ルックスも見た通り安っぽい感じっていうのがないんですよね。うんうんうん、例えばこっちのやつとかちょっと違う素材でネイビーのものなんですけど、うんうんうん、まあまあまあそれは分かんないですよね、言われるまでっていう感じだと思うんですけど。そうっていうように、レインウェアを作るにあたってまず素材選びっていうところでこういうところがすごく重視されてるっていうようなところになっています。でもう一個はさっき言ったパターンの方、来た時にちゃんと美しくないといけないっていう風なところに重きを置いているので、ちょっとノルウェージャンレインのこのレイン調だと伝わりにくい部分もあるかもしれないですけど、後ほどご紹介させていただきます、モデルに関しては、おお、なるほど確かにっていう風なところも感じられると思うので、ちょっとそっちでご紹介するようにしましょう。いはい、でここからが、オーダーイベントに関することなんですけれども、さあどうしようか。
一応よしよしここからお話ししようとしていることは、まあ、個別のモデル紹介、どのモデルがオーダーできるのかっていうところと、あとオーダーシステムっていうところなんですけど、うん、あ、分かった。オーダーシステムを先にやった方が多分、うんうん、分かりやすいですね。分かりやすいと思うので、分かりやすいです。お願いしますね。いっぱいそれ。はい。おい。それでは、オーダーフェアのイベント詳細なんですけれども、今回、オーダーいただけるモデルが全部で3モデルございます。一つは、私が着ているこうレインチョ、うんうん、まあ、ノルウェージャンレインの設立当時からある、まあ、ノルウェージャンレインといえばっていうモデルですよね。なので、このモデルをお持ちの方、ご存知の方っていうことが多分人は一番多いのじゃないかなと思っております。これと、それからですね、こちらのかっこいいですね、ハーマッタン、ハーマッタンじゃない、メフェアという、トレンチコートのタイプですね。イギリスの、まあ、某ブランドで有名ですよね、トレンチコートって。で、まあ、そこから取ってメフェアってイギリスの土地だったりするんですけど、まあ、イギリスの土地を名前に関するっていう、こうちょっとウィットに富んだといいますか、まあ、ティーマイケルなりの経緯の払われ方っていうのが、まあ、そのモデル名から感じられるという、うん、はい、そういうものです。と、かっこいい、これもかっこいいこれもかっこいい、ハーマッタンクロップというモデルです。もともとハーマッタンというミドルコートのものがありまして、そちらの、クロップド、なんでショート丈の、まあ、ショートブルゾン、コーチジャケットのようなルックスにもなるような、今回唯一のショート丈モデルというふうな感じになっております。3モデルの展開ですね、はい。で、まずメフェア、メフェア、これ、今回、まあ、カスタムオーダーっていうところで、まあ、通常の例えば、なんだろう、サイズ選んで、生地選んでっていうものに加えて、ですね、これ見ていただけると分かるんですけど、こうベース、こうグレーのヘリンボーンなんですけど、裏側がね、グリーンなんですよ。どういうことかっていうと、これ部分的にそのカスタムオーダーっていうぐらいなので、部分的に生地を、別のものに変更できますよっていうようなイベントになっています、うんうんうん。で、それがですね、こういう感じなんですね。これね、すいません、本当にすいません、非常に分かりづらいんですけど、ちょギリギリ今日実はサンプルとかその選べる生地のバリエーションっていうのが明日届くんですよ。ギリギリ明日になっちゃってそう、ギリギリ明日になったので、今日ちょっとインスタライブには似合わないんですけどっていううち の, あの MD からのちょっと連絡があって、大変心苦しいんですけれども、ちょっとこの印刷感満載の資料でご確認いけたらなと思います。これ小林さん映ってますか？あ、もうちょっと寄ってもらったら、この数字のところが選んでいただけるんですよね。そう、1がね、襟だったかな、1が襟かな、あ、ボディ、ボディ、1がボディですか？ですね、1はね、これですね。1。あ、1。でも1、ここっすね。これとか。あ、上の。で、あと2、袖。両袖ですね。両袖。で、3が、この、ここがね、トレンチコートみたいにこうテープみたいな、風よけがついてるような感じと、あと4のフードっていうところですね。もうこれ。これをね、着た方が分かる、うん、これ石井さん着たらめっちゃかっこよかったですよねめっちゃかっこよかったです。サイファミリーみたいな、そうですね、ちょっとスパイ感がすごい、わさにサップしてもらって、はい、お気に入りの写真が撮れました。岡山店のインスタをぜひ西側のスパイ強そうな、全身ストリックマニアックすぎて伝わらないかもしれない。いや、わかるでしょ、さすがに。わかんない人もいるかもしれない。スパイファミリー。そうね、スパイファミリーを見てたら絶対そうだってなります。はい、こんな感じです。かっこいい。これがメフェアというモデルです。うんうんうん。はい、まあ、オーセンティックなこうトレンチコートの要素っていうのも含まれつつ、まあ、ノルウェージャンレインらしいといいますか、その雨の
強さっていうところもあったりもしてるので、例えば本家のトレンチにはフードがついていなかったりするんですけど、それがですね、まあ、フードがこうつく形になるのと、それからじゃんじゃんじゃん、あ、これがねこうなるんですよ。今ちょっとデロンってなるのつけてないんであれなんですけど、要はもう構成ほぼフルフェイスですよ。自分の声がめちゃめちゃ反響してるんですごいうるさいんですけど、はい、まあ、こんな感じで雨に対しても、まあ、フードかぶってここをベッてこうストーンブラップっていうところをくっつければ、非常にこう雨に強くなってくるかなと思うので、非常に安心という形ですね。で、フードに関してはこれ着脱が可能なものになるので、まあ、取っていただけるとこう何でしょう、かなりシンプルなと言いますか、はい、あのコートのスタイルとしてもお使いいただけるので、例えばビジネスなんかで、ご利用になりたいって言われる方に関しては、まあ、この辺のモデルってすごくこう役に立つかなと思っているような感じでございます。で、今回あのサイズももちろんお選びいただけるんですけれども、あの袖丈の調整っていうのも承れまして、例えばこの状態で、あ、ちょっとサイズはこれでいいけど袖ちょっと長いね、でどうしてもぬれじゃんって少し袖の長さっていうところもあるので、もうちょっと短くしたいっていうところの、ご注文も承れます。プラスマイナス何センチとかっていうところで、お受けできるので、ちょっと別途オプション料金としてはいただく形にはなるんですけれども、あの一応承れますので、もう本当にこうそういった意味も含めてそのパーツの、すげ替えっていうところと、それからサイズオーダーっていうところ、サイズオーダーというか、サイズオーダーと、袖丈調整っていうところを含めると、もう本当にまさに自分だけのドンズバ一着っていうのがお作りいただけたりもするので、とてもいいかなと思っております。最高です。で、こちらもバッグにこうストラップがついてますので、まあ、要はあのコースでね、コーのトレンチコートのコーのスタイルですね。はい、でも楽しんでいただけるので、まあ、オーセンティックなこうトレンチコートのスタイルは楽しめるのはもちろんなんですけれども、まあ、それを超えたさらにこう例えばフードだったりとかっていうようなところでの、可能性の広がりっていうところももっと楽しんでいただけるかと思うので、まあ、普通のこうトレンチコートもあるけど、まあ、やっぱこのルエージャンが作るとトレンチコートってすごく面白いよね、ちゃんとしてるよねっていうふうに思われると思うんですけれども、これとかが結局着た時のルックスっていうところでちゃんとすごくテーラーによってますよね。着た時に美しく映るっていうところなので、こんな感じのバランスになっています。めっちゃかっこいいです。でございます。でございます。メヘラメヘラメヘラ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 、足のみフードもこうぐるぐるぐるっと巻いて収納できたりもするので、ね、ポケットにしまってもいいし、うん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 、はい。で、続きましてが、これ個人的にちょっと気になってます。お、一押しですか。一押しです。お、ほぼドルマンなんですよ。確かに。でプラスでこう肩からのシームっていうところがなくって、うんうん、要はすごく綺麗にドレープを描く袖のバランス、袖の付け方になったりするんですよ。に対してのこのショートのバランスとワイドのシルエットってすごくこう面白いバランスといいますか、作られている。なのでどっちかというと着ると少しこう何でしょう、シャープなシルエットっていうよりかは全体的にこう丸みがあるようなシルエットになってくるので、なんかこう見えて意外とこう女性にも着ていただきやすいとか、まあ丈的な問題でどうしてもそのメイフェアって結構長さがしっかり出てくるので、やっぱりロングっていうよりかはショートの方が扱っていただきやすいのかなっていうところを考えると、もう少しこう男性女性あんまり垣根なく、まあメジャーメイン自体はそのモデルこそ分かれてはいるんですけど、
男性でも女性でもお召しになっていただけるようなものづくりをされているので、うんうん、本当に女性に特に来ていただきたいようなモデルだったかもしれません。かわいいです。でこれに関してはこれに関しては、はい、あの髪がなんかちょっと髪が変わったぞ。変わりました。見たいです。くっきり見えました。見やすいです。見やすいです。位置が襟とかボディとか袖です。あ、要はそうです。もうここの要は袖付けのがされてないので、うん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 、ここからここが一つなぎで位置になって、それは襟だったりとかもそのまんまいってます。で、2はフードですね。あー、フードの色の交換です。はいはいはい、はい。と3がここで、ここだ。うん、切り替えが。そう、切り替えが一発入れれるので、ポッケのラインだけちょうど。あ、ここがシームが入ってますよね。はい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 。になっているので、ね。うん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 。になってくるような感じです。の切り替えで、対応させていただけます。うん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 、はい。っていうのが、ハーマタンクロップドというモデルになっております。ハーマタンクロップド。いいですね。かわいいです。これいいですよね。めっちゃいい。抜群ですね。抜群です。すごくいいですよ。はい。で、最後がですね、レインチョですね。レインチョ。これね、背中見てます。こんな感じです。すごい。いい感じ。わかります。このバッグのね、真ん中。うんうんうん。を切り替えてるサンプルなんですけれども、やっぱりこれがもうノルウェージャン、さっきも申し上げたんですけれども、うんうん、ノルウェージャンレインの顔となるようなモデルになっていますので、非常にこうたっぷりとした、まあ、レインチョっていう名前が示す通り、レインコートとポンチョの合いの子に加えて、ちょっと和のエッセンスっていうところも一緒に入れているような、絶妙なバランスで作られています。そう見ると確かにこうやるとなんか釣ってる姿ってちょっと和服に近いよねって思うかもしれないですけれども、そんな感じでございます。で、ですね、シュ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 ね、よいしょ。色薄くなったわ。あれ、おかしいですね。ちょっと形がやっぱり独特な分、すごいたくさんいじれそうなイメージなんですけれども、うん、こういった形ですね。あ、分かりやすいです。分かりやすいですか。1番がボディですね。要はメインがどこかっていうと、うんうんうん、まあ、こういう大部分の生地を占めているところです、うん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 、で2番が、ですね、ここなんですよ。袖のここからここだけが切り替えに、ここにシームが入っててこう切り替えてるので、まあ、ここをパサッと変えていただける両袖ですね。うんうん、3番が先ほどの迷彩赤いのが入ってた、うんうんうん、背中フードと4が、フードです。フードフード部分を変更いただけるように、うんうんうん、ここ4箇所入っていただけてます。はい。で、まあ、レインチョに関してで言いますと、要はすごくたっぷり取られたシルエットになるわけなんですよ、うんうんうん、袖もたっぷりですし、身頃も非常にたっぷりたっぷりだらけで、その分、うん、ここバッグに、うんうんうん、紐が入っていると、それからこっちに入ってたんですか、ここにね、帯がいるんですよ。お、お、帯切り替えだ。2つ入った。え、普通は1個。こっちでですね、帯がね、入るんですよ。で、ちょっと待ってね。食べてみ。ちょっとざっくりいきます。ざっくり。お願いします。
さっきまでこう広がりっぱなしだったシルエットっていうところが、ものすごく大きく変わります。ギュッと絞っていただけるだけでこのようにかっこいい変化が現れますね。で、加えてなんですけれども、この袖のところっていうところに同じようにこう紐がつく形になるので、そのままぐるりで回してもう一周止めると絞れるはずですね。絞れ、はい、絞れます。外れるはずですね、はい、失礼しました、はい、止めると、はい、要は広がっているところを絞ることで大きくシルエットっていうところを変化させていただけるので、例えばまあそのままズドンで楽しんでいただいてもいいですし、それだけ、レースだけ、でどっちもとか、どっちも絞らないとかっていうふうに、もうそれだけでやっぱり着こなしの幅といいますか、一気に変化、見方っていうのが変化するので、そうなることでやっぱり一着でこう何度も美味しいっていうのって、やっぱりアウター一着買うことのすごくメリットにはなるかなと思うの で、うん、でちゃんとそれぞれが使えるんですよね。その何でしょう、両 A 面じゃないですけど、なんかこういう着方はしないから使わないってなるとどうしても生きてこないんですけど、まあ、なんかこれぐらいの変化であればかなりこう挑戦しやすいというか、あ、今日絞ってみようとか、今日絞らないでおこうとかっていうのも簡単にできるかなと思うので、両 A 面ならぬトリプル A 面ぐらいの感じでお楽しみいただけるかなと思います。っていうようなものになっておりますレインチョが。いいですね、かっこいい。やっぱりね、ブランド設立当初からあるだけあって、もうだから15年ぐらいはちょうど、15歳になりました。15歳、ありがとうございます。15歳というようなところでございまして、はい、っていうようなのが、一応お選びいただけるモデルなんですよ、はい、3モデルになっています。ここから先がそのさっきお伝えした、惜しいっていうところが要はオーダーしていただけるので、生地オーダーといいます、この生地でこの形でっていうふうにしていただけるので、本来であればその生地スワッチって呼ばれるものがありまして、なんかね、要はこんな生地のちっちゃい端切れがいっぱい載ってて、要は実際の生地でね、で、まあ、この色とかこういうのがっていうのをこう一覧の中から見ていただけるんですけれども、これ一切わかりません。一切わかりません。一切わかりません。あ、全然見せます。あのこんな感じでこうなんですよ。映ってます？あ、映ってます、見えます。 ABCDFG って、ね、はい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 、映ってないですか。まあ、ざっと数えただけで2、4、6、8、と12、13、すごい、25、6種類めっちゃ選べますね。だから本当はこのここの一覧に書いてある生地スワッチっていうのをご覧いただきながら、こんな感じでありますよっていうのがしたかったんですけど、もう明日なんですよ、はい、明日になってしまうので、まあ、ちょっとね、お目に入れれないのが残念ではあるんですけれども、そうです、ね、まあ、ちょっととにかく生地自体はすごくたくさんの中からお選びいただけますよっていうのを覚えておいていただけると嬉しいです。ね、2、3種類の中からっていうようなものではなく、非常にたくさんの中から選んでいただけます。で、中にはもう本当に1着しか作れないぐらい超超リミテッドの生地っていうのもあったりするので、まあ、オーダーイベントならではですよね。なんかそういったものを選んでいただくっていうのも醍醐味ですよねっていう、それ楽しいですよね。なんかどれでしょうみたいな。確実にその物だったりとかクオリティ、だからプライスも正直含め、超超メインイベントとかメインディッシュじゃないですか。なので、まあ、どれにしようってこう悩む間が一番楽しいっていうような、絶対楽しいです、はい、楽しいものだと思っているので、でそこに加えて、ティー、それからアレキサンダー、お二人のこう言葉をねいただきながら、まあ、相当ないかと思ってますので、最高です、はい、もう楽しみにしていただけたらなと思っております、で、そう、値段ともこうお伝えしたんですが、明日、その要は生地スワッチだったりとか、あとはその期間限定で先方から商品をこうお預かりしているので、まあ、即売というかオーダーじゃなくて、もう即お持ち帰りいただけるものっていうのも、ご用意があるので、明日その2つが届くんですよ。生地スワッチと特売商品っていうところが届くので、明日から実は
オーダー自体は受けたまわれます、うんうん、で、ご購入希望でもご購入いただけるんですよ。なので、もちろんそうしていただいてもいいんですけれども、我々といたしましては本当に忖度なしでまたとない機会なんですよ。ティーマイケルとそれからアレクサンダー来るっていうのは。なので、例えば、まあ、明日スワッチが届きました、モデルもこれがいいかな、レインチョがいいかなっていうところまで、うん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 、ある程度8割5分固めていただいた後に29日のティーマイケルご来店に合わせて確定っていう形がすごくこう理想的と言いますか、うんうん、スムーズですよねっていうふうに思う流れなので、うんまあ、本当に何でしょう、もちろんティーのファンだからっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ノルウェージャンレインっていう例えば単純にこう商品が面白い、気に入った、かっこいいっていう方にもぜひご覧いただきたいんですけれども、まあ、せっかくなのでやっぱりこう来ていただける、ね、デザイナーの方がいらっしゃるっていうことは、まあ、何でしょう、言語の壁っていうところはあるかもしれないんですけれども、まあ、ぜひこうお話ししたりとか買ったようだったりとか持ってるよとかっていうのを、まあ、踏まえてこう報告じゃないですけど、まあ、そういったことも含めてこうイベントを楽しくしていきたいなと思っていますので、まあ、今言ったようにオーダー自体はしていただけますので、まあ、明日来ていただいてもある程度のこうところは、決めれると思います、うん、ただ、まあ、29日に改めてこう来ていただけると我々のティーも多分非常に喜ぶかなと思いますので、ぜひそのようにしていただけたらと思います。もちろんどうしても都合がつかないという方はもう明日でも問題全然ございませんので受け止まりますので、はい、お願いできたらなと思っております。はい、はい、なかなか駆け足になってしまったかもしれないんですけれども、大枠のご説明は以上とさせていただきますが、ありがとうございます。なんか質問等が、あ、そうだ、忘れていた、ですね、プライス、あ、プライス、あ、そうですね、一番大事なプライスが大事ですね。ちょっと面白い仕組みになってまして、そうなんですね。こういう、はいはいはい、ね、実際触っていただけたら分かるんですけど、うんうん、これもうめっちゃ薄いんですよ。スーパーライトウェイトっていう、うん、薄々の生地、まあ、でも全然冬も着れるってやつです、うんうんうん、で、ちょっとしっかりめの生地なんですけど、うんうんうん、このスーパーライトウェイトと、このミックスドっていう、まあ、ミックスっていうなんかそのソリッドのカラーじゃなくてちょっとこうネイビーと黒が混じったような、うんうんうん、まあ、他の色も当然あるんですけれども、うんうん、今日はこの2色、はいはい、スーパーライトウェイトの薄いものと、ミックスドっていう生地によってあと、ヘリンボーによって、生地が変わります、うんうん、ただこれ、なんとベースの生地の値段だけです。要はどういうことかというと、うんうんうん、例えば、なんだろう、レイン長をベースに考えさせていただくと、うん、これの一番のメインの素材っていうのが例えばスーパーライトウェイトのものだったらこれだったら、14万5千円なんですよ。で、ここにカスタム分が乗っても要は上がんないんですよ。実はそうなんですね。そうなんですよ。なの で, あで例えばこれが要はスーパーライトウェイトで14万5000円とお伝えしたんですけれども、はいはいはい、ヘリンボーンになると16万5000円になるんですよ、うんうん、上がるんですよ、うん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 、ただ、これも別にカスタムしても値段上がらないんですよ。最高じゃないですか。つまりどういうことかというとベースにスーパーライトウェイトを使いながら部分的に例えばヘリンボーを入れたいってなってもスーパーライトウェイトの値段でいけるんですよ。めっちゃいいじゃないですか。得なんですよ。カスタムお得すぎる。カスタムした方が得って言うて確かにわけわかんないことになっててめっちゃ最高ですね。そう、最高なんですよ。最高ですね。なのでぜひカスタムしていただきたいです、うんうんうん、もちろん全部一緒の生地でっていうのでもお受けできます、うんうんうん、し、いろいろもちろん試せるんですけれどもどうもカスタムが得ですよっていう得ですねそうですね、絶対得です、はい、なので、今ってすごいこう分かりやすく切り替えをしてるんですよ、うんうん、要は、ヘリンボンにミックスグリーンっていう、こうミックスって分かりますかね、こうところ黒いグリーンになってるの分かります、こういうところとか映ってる感じで、あ、結構いい感じになってますよ。本当？あ、本当だ。
になるんですよ。なのでこういう分かりやすい色の切り替えにしても当然いいですし、例えばブラック系でまとめるとかっていうふうにしてもいいですね。同色で切り替えになってるっていうのもさりげなくおしゃれですよねっていうふうになったりするので、まあ、なんかそれは結局20数種類25種類以上あるような生地の中から毎日好きな組み合わせを選んでいただけるとなんかこうすごいケミストリーが生まれる。ケミストリーが生まれる思っておりますので、はい、まあ、何が言いたいかというと、ベースによって値段がもう決定されるっていう話なんですよ。なんでそのミックスドとライトウェイトっていうものに関しては、一番安いプライスレンジになります。で次ホップサックっていうものがあるんですけど、ちょっとここにサンプルがないのが残念なんですけれども、カモフラージュバラとかホップサックに当たるんですけれども、それでも1万円上がります。レインチョベースでいうと、ミックスドとスーパーライトウェイトが14万5000円で、ホップサックになると1万円上がります、15万5000円、で、ユニコーンになると16万5000円というふうになってくるような感じなので、まあ、1万円ちょっと下がっていくような感じなので、はい、ものによって、モデルによってはちょっと上がりしろが1万5000円になっちゃう形もあるんですけれども、はい、ですが、まあ、ミックスでも当然十分かっこいいですし、品目も当然かっこいいので、まあ、なんかそこはこうどれかがいいっていうのもあるんですけど、まあ、並列で考えていいかと思っております。で、袖のプラスとかマイナスっていうのは、プラス1万円一律で受けてきますので、はい、まあ、そこもそう、これをね言っとかないとそうですね、大事なことですよ。そうですね、はい、すごくオーダーしやすいかなと。そうですね、はい、ぜひ皆様だけのノベジャメイっていうのをお作りいただけたらなと思っております。はい、はい、今度こそ改めて、はい、一通りご説明をさせていただきましたね。ありがとうございます。また来週ですね、まあ、前夜祭とも言うべきか、おさらいとそれから、おそらく何事もなければもう先ほど申し上げた記事スワッチの方も届いていますので、見たいです、一緒にご覧いただけたらなですね。次は女性のスタッフにも、そうですね、今日ちょっとね、あのわけあって2人でお話ししてるので出たかったんですけどね、そうですね、出たかった、はい、女性のスタッフ、まあ、女性にもね、あの大変おすすめなので、本当にちょっとリミセックスの展開が強かったので、はい、ぜひ、ね、ご覧いただけたらと思います。小屋さんも、前夜祭も合わせて、はい、何でもいいですか。あ、ちょっと待ってくださいね。エコクラウンドスタンドカラージャケットの紹介は今度ありますかって来たんですけど、うちのレディースアウターですかね、はい、どうだろう、今のところ11月の予定がまだなので、インスタライブ担当者が多分入れてくれると思います。入れてくれると思います。次回ですねですね、はい、なので、まあ、来週のもう一発の次は、岡山店のアカウントでおそらく実施いたしますので、はい、そちらも合わせてチェックいただけたらなと思っております。ぜひ、はい、お願いします。はい、で、まあ、気になる点、インスタライブの中でご質問もし出ないようでしたら、岡山店までお問い合わせいただけたら、はい、ご回答させていただきますので、まあ、いつでもお答えできますのでできます。お願いいたします。はい、楽になそうですかね。そうですね、大丈夫ですかね。はい、はい、それでは、長いことお時間いただきました。はい、まあ、明日から早速ちょっとフライング気味でスタートさせていただくんですけれども、ノベジャメイのカスタムオーダー会スタートいたしますので、まあ、ぜひお越しいただけたらなと思っております。はい、皆様のご来店をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたしますお待ちしております。はい、お願いします。はい、では、はい、いいですか。はい、では岡山店でした。お相手は私石井とカメラマンの小橋でした、はい、お届けいたしました。また来週、岡山店のアカウントでお会いしましょう。はい、ではお待ちしております。さようなら。さようなら。終了。